ご視聴ありがとうございます。今回私たちは亀戸へやってきました。北口を出ました。高架下をくぐり反対側へ歩きましょう、うん、さあ目指す1軒目は閑静な住宅地の中にあります。見えてきましたよ、赤い提灯、あずま町。なんとこちらのあずま町さん、朝7時から営業しています。木曜日金曜日はなんと朝6時から。入店朝日生エクストラコールド乾杯。エクストラコールドマイナス 2.2 度表示でした。真夏にぴったり。体感温度が下がりまくるこの瞬間、うますぎる。最高のはしご酒幕開けです。メニュー酒の魚280円です。380円、480円、580円のメニューもあります。ドリンクメニューです。お酒のメニューは豊富ですね。ワインなんか結構種類豊富でした。そしてこちらがおすすめの和牛カラニ、トッピングもいろいろ選べます。美味しい卵のハムエッグ。黒板にはおすすめメニューもあります。カウンターには嬉しい USB とコンセントがついていました。さあ早速おすすめの和牛カラニを注文。店内入り口に大きな鍋煮込まれていますね。楽しみ。朝飲みを楽しむ先客の皆さんに混じり、私たちもちびちび飲みながら初手つまみを待つ。さあやってきました、和牛カラニ。トッピングはしなかったのですがネギがこんもり。いただきます。和牛カラニ、いろんな部位の牛もつが入っています。とろっとろに柔らかく煮込まれていますね。脂っこさやもつ臭さはなく、さらっとした濃い味噌ベースです。これがね、見た目ほど濃くない味付け、美味しいです。こんにゃくにもしっかり味が染み込んでいます。おお、ゴロッとゴロゴロの筋の部分。さあ一味をかけて。とっても味わい深いお味です。これがね、大事に丁寧に食べたい一品ですね。煮込みは大事に大事に、冷たい生ビールはあっという間。うまいよね。2杯目はレモンサワーを注文。中は金宮焼酎60ミリ入っています。外中方式、うん、この感じだと中2杯飲めるね。2杯目乾杯。さすが焼酎60ミリリットルも入ってるレモンサワーなので、しっかりと濃い甘酸っぱいレモンの果肉っぽさも感じ、とっても爽快な味。房州特産クジラのタレ。なんだなんだ、クジラのタレとは、千葉県南房総に江戸時代から伝わる伝統的なクジラの食べ物です。醤油や塩をベースにしたタレで、一晩つけて天日干しにしたものだそう。干し肉、つまり邪気ですね。蒸気、うん、噛み切りにくいのかななんて思っていましたが、想像を超えてくるソフトさと旨味の塊です。驚きの顔、これは美味しい。でも魚の風味もしっかり感じます。肉と魚のハイブリッドジャーキー、これ酒加速やばいやつです。七味です。マヨって合うのかな、七味かけてくれる。マヨ七味を、えいや。うん、これが合わないはずがありませんでした。マヨ油分でジャンキーさが倍増、そして酒加速も倍増。とっとっと、おお、飲み干した。クジラのタレ一生食べていたい。中おかわり、中も金宮60ミリリットル、完璧に中2杯取れました。このぴったりさが歓喜。いつも飲んでいる金宮炭酸割りです。私たちは家でも金宮焼酎を飲んでいます。
いつでもどこでもうまい安心感よね。ちびちびクジラのタレをつまむ、食べれる。その通り、箸止まりません。止まらない箸と止まらない酒。というかクジラのタレが美味しすぎて、これはね、日本酒行きたくなりましたよ。グッド。腰のカゲトラ、新潟のお酒、超辛口です。店主さんが注いでくださいます。嬉しいイチゴ500円ワンコインで待ってましたよ。日本酒待望の乾杯。私、新潟生まれです。超辛口カゲトラが大好きです。カゲトラを家で飲むほど好きなんですよ。このね、アルコールの刺激ガツン、キレ良すぎです。シャープという表現が合うかな。味の濃いつまみ大歓迎。餅大好きな夫婦の初体験、納豆餅。初めて食べる納豆餅。調べたら何やいろんな地域で食べられてるとか。こちらのお餅、つきたてだそうです。嬉しい。さあ、お味はどう？さすがつきたて、お餅の伸びがいいですね。納豆と餅、シンプルな組み合わせがうまい。餅と日本酒、米と米です。これがね、意外といけるんです。納豆はごく普通の納豆です、とタレとネギ。つきたてのお餅にあっぱれです。お餅自体にお米の甘さをしっかり感じます。その甘さと納豆のタレの塩梅が日本酒とよく合います。私、日本酒クイッと。実家ではお餅をついていたので懐かしさを感じたようです。美しくね、最後の一滴まで美味しく日本酒いただきましょう。一軒目から日本酒です。美味しいつまみでいい気持ちです。朝11時に入店しましたが、テーブル席はグループ飲みでにぎわっていました。朝飲みの需要の高さを知り、酒飲みとして嬉しく楽しく飲めました。美味しかったです。ごちそうさまでした。さあ、2軒目へゴー。北口方面へと戻ってきました、ね、うん、見えてきましたよ。2軒目、亀戸餃子本店。入店メニューは餃子とドリンクのみです。着席するや否や、グラス、もやし、からしの小皿が来ます。瓶ビール、アサヒスーパードライの大瓶を注文。乾杯。常に餃子が絶え間なく焼かれる音と香り。ペースを乱すな、ペースに乗れと自分自身に言い聞かせます。うまいよね。速攻で一人一皿の餃子がやってきました。一皿300円です。卓上には餃子を美味しく食べるためだけの調味料、酢、ラー油、醤油、胡椒。いただきます。亀戸餃子、小ぶりの餃子です。皮は薄めです。中のあんは野菜シャキシャキ。種自体はいい塩梅の味付けです。やや甘さも感じる。亀戸餃子はからしをつけて食べるスタイルが特徴です。この種の味付けとからしと酢、これがね、最強なんです。まさに餃子にビールの真骨頂。ビールが進むのは言わずもがな。お酒の付け合わせのもやしがまたいいです。油分のないナムルのような味、さっぱり酒も進む箸休め。順調にペースを乱すことなく食べ進めています。店員さんがあうんの呼吸を完璧にとってくださるから、自分のペースで淡々と目の前の餃子と酒を楽しむのみです。もう1枚ずつお食べになります。餃子わんこそば状態。食べ終わる前に追加の餃子が来ました。胡椒合うかな、ちょっと振ってみる。巷では根強く餃子には少し派がいますが、美味しいけど種の味に軍配が上がりました。私たちは酢ラー油派ですが、お好みで酢ラー油にお醤油もありです。まあこれはね、言うことなしにうまいです。
常連と思われるお客さん、電気ブランを頼む方が多かったですね。うまい餃子つまみに電気ブランのストレートで酔う、それもいいね。もしかメイド餃子一軒だけならどんだけ食べちゃうのだろうか、そう思わずにはいられないけど、美味しいは適量が良きよね。でもやっぱ美味しいから止まらない。創業70年以上の歴史を誇る亀戸餃子、東京下町にうまい餃子あり、ここでしか味わえない味をぜひ食べてみてください。美味しかったね、ごちそうさまでした。3軒目、ゴー。目指す3軒目は亀戸餃子本店からほどなく近いです。こちらのビルの2階にあります。さあエレベーター乗りますよ。15時口開けです。立ち酔い超人入店、驚異の170円のチューハイです。キャッシュオン、激安歓喜の乾杯。さっぱりまろやかなチューハイです。170円ってだけで酔いそうですよ。リセット完了。空間としてはかなり広々としています。数人のグループでもカウンターを一人様でも楽しめる感じですね。常人の名にふさわしい。おつまみ60円からマックス380円、ドリンクメニュー、黒板におすすめメニューもあります。さあ初手来ました。海鮮サラダどう、おすすめメニューから。マグロ脳天刺しいただきます。海鮮サラダ、レタス、トマト、わかめ、サーモン、タコ、マグロ、アサリも派遣。みずみずしいレタスに海鮮たち、和風醤油ドレッシングが良きです。健康酒飲みなのでいつだって野菜は欲しいよね。サラダとすっきりチューハイで再びイオンリセット、うまいよね。脳天刺しをいただきます。脳天刺しが300円ですよ、安すぎる。うん、しっかり脳天です。油の乗りはほどほどに甘さあり。早々に一杯目を飲み干す。初手から激安です。もう満足しちゃいそう。2杯目、金魚割りとレモンサワー、レモンサワー2杯目乾杯。金魚、夏の風物詩です。グラスの中に赤い唐辛子を浮かべ金魚に見立てる。焼酎の水割り、唐辛子ピリッと感じる辛さがまた大人な味、なかなか面白いですね。私も飲んでみます。おお、驚いてます。お次、牛たたき360円、添えられているニンニク、オニオンスライスとともに、おろし醤油ソースでしょうか。さっぱりガツンとニンニク、こりゃもうローストビーフですよ。柔らかくて美味しいです。レモンサワーとよく合うんですよね。そして私は金魚、牛たたきのブラックペーパーと金魚の唐辛子がマッチしました。思いがけない最高のマリアージュに出会いました。ハムカツ、本当だ、160円だ。これ160円ですね。分厚いハムカツ、驚異の160円。常人さん、お値段驚異すぎますって。熱々ハムカツ言うことなしの微妙ね。おソースちょこっとかけてね。結構ジャンキーな味です。私健康意識でレタス巻いてみる。まあ自称健康酒飲みなのでね、野菜たくさん食べてカロリーゼロと思い込ませる作戦です。健康になった気分、いい気分。いやもうね、超人さんつまみのセンス良きです。味も酒進ませる、飲んじゃうよね。
のケーキはすごい、うん、そうそう、3杯目レモンサワーおかわり。15時過ぎてちらほらとお客さんが見えています。いい時間になると店内満席になる光景が簡単に想像できる。だって安いですもん。ウインナー盛り310円、2種類5本です。太っ腹だね。ウインナー肉汁ブシャーでした。パリパリジューシー、みんな大好きなやつ。美味しいから何度でも乾杯する夫婦です。くー、マスタードと一緒に炒めてる感じですね。まあ安いんだけど、このちょっとしたひと手間が嬉しいよね。あっという間にレモンサワーも飲んじゃいました。これぞこのご時世本物のせんべろ。大きなテレビを見ながら一人しっぽり飲むのもいいですね。いい意味で干渉がなく人々の声色を BGM に飲める。個人的にドストライクな立ち飲み屋さんでした。ごちそうさまでした、はい、それじゃあ4軒目いきまーす。4軒目ゴー。またもや1軒目東町さんがあるエリアへ戻ってきました。わかりづらく入りづらいけど入れば天国なのは知っている。こちら鉄板ホルモンダイニング豚鉄。平日16時口開け、土日は昼飲みできます。ドリンクメニュー、おつまみメニュー100円200円300円台と安いです。ホルモン皿も400円から620円。そしてこちらが本日のおすすめのメニューです。さあやってきました、各ハイボールで乾杯。4軒目にして各ハイです。美味しいホルモンとのマリアージュに期待。各ハイしみるね。そうなんです、モズたちを焼くいい香りで飲めます。んー、やっぱり各ハイいいよね。1軒目の東町さんもそうでしたが、亀戸居酒屋の横のつながりを感じます。ブダテツさんの初手は軟骨刺し、いただきます。たっぷりの食べに生姜の鮮やかさが目を引きます。大ぶりな豚軟骨です。ゴロゴロ入ってますよ。いただきます。ボイルした豚軟骨、ワイルドなコリコリ食感だけど柔らかいです。めっちゃうまい。まあこれ弁当がめっちゃ正解とは。ネギたっぷりでポン酢のようなさっぱりした味です。これだけでも美味しいはずなのに紅生姜とはもうセンス良すぎです。紅生姜の虜になっちゃいました。ホルモン皿ミックスネギ塩赤、赤は紅生姜ですね。高さこんもりです。いろんな部位の大ぶりなもつが入っています。出てくる出てくる出てくる。今食べたのはレバーです。めちゃくちゃ柔らかくてしっとり、ネギ塩がまだうまい。やっぱりね、各杯進ませる味。こんもりと盛られた紅生姜とホルモン。紅生姜はしょっぱすぎず、ネギ塩といい塩梅です。臭みのないホルモンの絶妙な焼き加減、これ美味しすぎます。ホルモン好きにはたまらないです。ホルモンザラミックスホルモン太陽です。1軒目に来てね、もっといろんなメニューを堪能したいお店です。常連さんのお客さんが多いようでしたが、新参者でもメニューといろいろ説明してくださり安心です。なので安心してあの扉を開けてください。美味しかったです。ごちそうさまでした、はい、じゃあ次締め向かいます。5軒目本日の締めゴー。締め、食べれなかったうちら本日水曜日、水曜日が休み。お目当てのお店は水曜日昼営業のみでした。うわ、豚鉄さんと同じビルです。濃厚タンメン亀重さん、ね、残念です、ね、食べたかった。また今度。いいえ、私たちは諦めません。結果うまいラーメン屋さんに出会いました。ラーメンジュン亀戸店。ラーメンジュンさん、新潟燕三条背脂煮干しラーメンが食べられるお店です。
早速入店。券売機で食券を購入します。見つけちゃった越後ビール、ピルスナー小瓶。皆さんご存知でしたか、日本で最初にクラフトビールが生まれたのは新潟なのです。これね、お酒についてくるメンマ、全国第1号地ビールで乾杯。このビールは華やかフルーティーといった味わいではなく、喉越し良いキレがあるでもなく、まったりと絶妙な苦味なんです。私新潟出身です。越後ビール大好きなのでつい饒舌になっちゃいました。太麺だから時間がかかるので、メンマをつまみながらラーメンを待ちましょう。ちなみに今でこそ背脂たっぷり乗ったラーメンはメジャーですが、日本で一番初めに背脂ラーメンが生まれたのは新潟県燕市とも言われてるそうです。卓上ラインナップ、柚子胡椒、豆板醤、なんかこれ缶詰っぽいですね。にんにく、お酢、醤油、一味、ラー油です。さあ着丼しました、中華そばです。麺大盛り背脂大、丼中央の岩のり、存在感強めのチャーシューが2枚、大うたっぷりの背脂、美味しそう。こちらは生姜醤油ラーメン中盛りにしました。チャーシュー、岩のり、ほうれん草、メンマ、玉ねぎ、なるっと美しいですね。中華そば、スープは煮干しが効いた醤油、中からドーンと極太麺の登場です。生姜醤油ラーメンの麺は細麺です。いただきます。たっぷりの背脂にガツンと塩分、きっと醤油と煮干しの効いたスープに、このもっちもちのツルツル極太麺が最高に合う。ふわっと岩のりの風味は煮干しスープをより引き立てます。刻み玉ねぎのシャキシャキ感で背脂もどんどんいけちゃうんです。うまいね。生姜醤油ラーメンはとっても上品なお味です。やや甘めの返しです。しっかりと生姜が効いたスープ、そして細麺のストレート麺がつるっと喉を通り抜ける心地よさ、これは飲んだ後締めに食べても最高な一杯です。存在感強めのチャーシュー、熱く柔らかくホロホロです。にしても中華そば、背脂たっぷりガツンとくるスープなのに、くどくなくどんどんすすっちゃう。味変タイム。生姜醤油には柚子胡椒とこの缶釣り的なのを入れます。背脂たっぷり中華そばには缶釣り的なのとニンニク、ダブルパンチ。さっきから言ってる缶釣りというのは新潟の唐辛子柚子風味の万能調味料なんです。まあ、ちょっと缶釣りか分かんないんですけど、どちらにせよね、柚子胡椒も入り香り高き味変です。背脂とニンニクダブルパンチは言うまでもありませんね。極太麺大盛りを無我夢中ですすりました。美味しかった。うまかったね。完食ごちそうさまでした。ね、よかったね、はい、また次回の場でお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、高評価いただけると励みになります。コメントもどんどんお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リク酒飲み夫婦でした。またね。